皆さんこんにちは稲上城です、えー、今日はですね先日大谷選手が会見をした時のチームメンバーのですねインタビューをですね訳していきたいと思いますざっくりとそれでは行ってみましょう まずは同じチームのマックス・マンシー選手が何て言ってたかを訳してみたいと思います。会見の感想を聞かれた彼は、We are all behind the guy. Guy は大谷選手のこと。We はチームのことですね。behind っていうのは後ろっていう意味で、直訳すると、俺たちはみんな彼の後ろについてるよっていうことになります。つまり、俺たちはみんな彼の味方だよと言ってるわけですね。The guy has told us face to face what he believes is the truth, and that's what I'm going off of, and I believe him 100%, and I have his back on that.、Face to face. Face っていうのは面と向かってですね顔対顔っていうことになるんで彼は面と向かって真実を話してくれて And that's what I'm going off of つまりそれを根拠にしているよって感じですね日本語だとあんま言わないですけど彼が面と向かって真実を話してくれたから俺たちは自信を持って彼の味方でいることができるみたいな感じですね俺は彼を100%信じてる And I have his back on that それに関して俺は彼の後ろについているつまり俺は彼の肩を持つよ彼を守るよ彼の味方だよって感じですね It's a hard thing to move on from, especially for him You definitely feel for the guy Hard thing, 難しいことですね Move on っていうのは進むこと大谷選手が辛い経験から前に進むってことですね Especially for him 今回の件は前に進むのが難しいことだ特に彼にとっては We all have each other's backs You definitely feel for the guy この feel for っていうのは誰かに同情するとかその人の気持ちが分かるっていう時に使うわけですよ今回の件は間違いなく彼に同情してしまうような出来事だって ということですね We all have each other's backs and we're gonna move forward through this. チームのメンバーはお互いの肩を持つ。そして共に乗り越えるぜっていう意味ですね。これ結構使われる表現なんですけど、誰かの味方だよって伝えたいときは、I got your back。背中をゲットっていう風になっちゃうんですけど、これは誰々のことを守るよ、味方だよみたいな感じで使います。なので、we all have each other's backs ってことは、お互い助け合うみたいな感じにとってもいいですね。 There's always things that can bring a team together. You never know what it's going to be. Bring together っていうのは文字通り見ると持ってきて集めるみたいな感じになるんですけどこの場合団結だったり結束だったり一丸となるとかそういう意味になりますね。チームとして共に時間を過ごす。その中でいろんな出来事を共に過ごす。There's always things that can bring a team together つまりチームの絆を深める出来事に巡り合う可能性はいつでもあるってことですね。You never know what it's going to be。その絆を深める出来事がどんなことなのか。 それは誰にも予測はできない。You obviously don't hope for things like this to happen, but it's yet to be seen how we come out of this.But I feel good about the group in here. もちろんこういうことが起こらないように願っているけど、こういうこと、つまり今回のような騒動ですね。俺たちがどうやってこれを乗り越えるかは、これからわかることだけど、俺はこのグループは最高だと感じている。的な感じですね。まあ、I feel good about the group in here なので、good なフィールですから、俺はこのグループ、つまりチームのことをよく,思よく感じているってことですね。 いいチームだと感じてているよってことです。ここで obviously が登場しますがもちろんとか明らかにっていう意味ですね。You obviously don't hope for things like this to happen. もちろんこういうことが起こらないように願っているけど、but it's yet to be seen. 未だ見ぬみたいな感じでも使ったりするんですよ、yet っていうのは。でもこの場合、yet to be seen っていうのは まだ見ぬ。でも、これからわかることみたいな。Cow we come out of this. Come out. 出てくる。何から出てくるか。この騒動を共に乗り越えるってことですね。乗り越えて出てくるっていう気持ちです。And I think it's good for him to see exactly what kind of group we are and hopefully that will help him through this。そして今回のこの出来事が、俺たちのこのグループがどんなチームなのかを知るいい機会だと思うし、それが彼がこれを乗り越えるにあたって助けになるといいなっていうことです。 さて、続いて、ロバーツ監督が何て言ってたかを訳したいと思います。I think s h o h e i was very honest in his take of what h a p p e n e d s h o h e i は自分の見解についてとても正直だと思ったってことですね。Honest、正直、素直。In his take, この take っていうのは彼側のものの見え方、見方、彼の見解ってことですね。And so I know that for me, the organization is supporting him. なので、団体が、チームが彼をサポートしていることを知っている。I got a lot of questions answered as far as what he knew, what he didn't no questions answered つまり彼が疑問に思っていたことを答えてくれたってことですね。What he know. だからチームも分からなかったわけじゃないですか。翔平がどういう状況にいたのか。どういう気持ちだったのか。彼は何を知っていたのか。何を知らなかったのか。そこらへんの疑問を全部答えてくれたって感じです。 And そして前に進んで、当局、まあ、つまり権力ですね。警察とか、そういった感じです。が処理してくれることを望んでいるよ。LookForward っていうのは、楽しみにするっていうふうに使われますね。ただまあ、この場合はもうちょっと、うしゃひー楽しみっていうよりかは、穏やかなニュアンスですよね。早く問題が解決するといいねみたいな感じのノリですよ。ここでも、obviously 出てきますよね。o b v i o u s letting y l the authorities take care of it。言うまでもなく、権力、当局に任せる。そしてただ、や 急に集中する and baseball on just focus フォーカスっていうのは集中ですよねカメラとかでもピントを合わせるときにフォーカスっていうじゃないですか勉強に集中するのもフォーカス But yeah, I was proud of him to sit up here and kind of give his take on things ここでも take 出てきますよね彼の見解彼の見方彼のものの見え方ですね Proud っていうのは誇りに思うってうわけですから彼が sit up here ここに座って彼の物事に対する見方見解を話していたのを誇りに思うってことですねこの But yeah って文章と文章の間に使われる ことが多くて日本語で言うところのまあでもそうみたいな感じですねまあでもそう私が彼がここに座って彼があの主張をしたことを誇りに思ったよっていう感じですねはい皆さんいかがでしたか今日はねざっくりと先日の大谷選手の会見で、えー、それを見たチームメイトだったり、えー、監督がどう思ったかっていう英語から日本語にちょっと訳してみましたけども関連動画ね、えー、詳細にリンク入れておくんでそれもチェックしてみてください概要欄ですねそれではまた次の動画でお会いしましょう井上城でした